東京郊外にある町、ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは、多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し、日々切磋琢磨する満開カンパニー劇団員は、かつての栄光を取り戻すため、今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。今回稽古に励むのは、春組佐久間朔也役横田龍儀と、春組臼井真澄役牧島ひかるです。はい、今日もやっていきましょう。やっていきましょうよ。やっていきましょうよ。今週もこの2人でお送りしていきます、ということで。はいはい、どうですか最近。アバウトな質問ですけど、だって今月の3日は誕生日でしたね。おめでとうございます。ありがとうございます。なぜ前回言わなかったのかといういやいや、でもさ、あれだよね、まあ、この収録してる今日はまださ7月中だから、まあまあね、そうそうそう、これからなんだけど、きっと稽古場でみんなに祝ってもらえることでしょう。はいなんかね、このね台本に、横田さん7月下旬ツイッターでおはようございますを使ったダジャレをって書いてあるんだけど、これはどういうことなんだろう、ね、これね、結構深い意味がありまして、はあ、今結構地球暑いじゃないですか。あっちね、あっちよね。俺のギャグで冷まさないと地球終わっちゃうんですよね、うん、なるほどね、バランス取っていかないと。そうだから俺がギャグを言わない日は、うん、あ今日あんま暑くなんない日だなっていう時で、今日やばい暑くなるなっていう日は、俺おはようございますにギャグを入れてる。なるほど、どんなギャグを入れてるんですか。おはようございます。な、俺なんどんなやつっけおはよう、まあでも今考えるとしたら、うん、おはようございマックス。激寒でございますけどもほら、これで地球は今救われたよ。いや、なんなら、うん、ちょっと恥ずかしくて熱いまである。逆にね、熱いまである。一周回っちゃって。一周どころか。いや、それは親しい仲だからじゃない。なるほどね。これをいや、みんな恥ずいと思うむしろ上げてる俺、顔真っ赤になっちゃってると思う多分。本当に、うん、やめようありがとう。いや、熱くしていこうよ。熱くしていこうよ、うん、そうだね。そう、今日はね、熱い企画が待ってますので、はいはい、牧島ひかるくんにスポットライトを当てた今日だけのスペシャル企画をお届けしたいと思います。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は、春組佐久間朔也役横田龍儀と、春組臼井真澄役牧島ひかるの2人でお送りしています。それではこちらのコーナーです。牧島ひかる A ステ卒業直前スペシャル、元気マックストーク。はい、来ましたよ。満開ステージ A3 トループライブスプリング2021を最後に A ステを卒業する牧島ひかるくん、せっかくなので時間の許す限りライブへの意気込みや思い出話を語ろうということで、こちらにですね、箱を用意しました。こちらの箱にですね、お題が入ってます。そのお題でトークをするという企画です。締めっぽい最後はらしくないので、元気マックスでお送りします。はい、ということで、 いいんですか。いいですよ。こんな、だから言ったでしょ俺がさっきおはようございマックスって言ったでしょ。はいはい、はい、かかってたんですよこれ。ここにね、ここにかけてたんですよ。より真っ赤になってきたはい、ということで早速やっていきますか、うん、それではそうだね、ひかるくん、その箱から1枚引いて、その書いてあるお題のトークをしていきたいと思いますので、はい、こんな企画用意してもらえるなんてね、そうですよ、本当に幸せものですよ。目いっぱい喋ってください。よし、これだ。最初の1枚目はこちら。ライブではどう楽しみたい。
おお。ライブね。はいはい。いや今稽古中なんですけど、はい、もうすでになんか俺たち楽しんじゃってるけど、ね、なんかさ、やっぱ俺たちが楽しんでる姿をこう見て楽しんでもらうっていうのも。ありだし、ありだね。なんかやっぱりさ、今こういうさ状況下でさ、なかなか声が出せない状況でさ、うん、お客さんも多分さ声出したいなって思うんだよ ね、 みんなの名前呼んだりとかさ、うん、でもその分さ、やっぱその気持ちを拍手とかで返してくれんじゃん、手真っ赤にしてさ。絶対にね。それって俺たちもより楽しくなるしさ、うん、でさらに俺たちが楽しくなったらお客さんも楽しくなってみたいなさ、相乗効果 ね、 ね。そうそうそう。やっぱエーステってさ、何がすごいかってさ、監督と一緒に作って、てか監督が、お客さんがさ、監督でさ、うん、もう稽古場では絶対に完成しない舞台なんだよね、うん、なんか劇場に入ってさ、お客さんが入って初めて完成する舞台だから、うん、なんか俺たちもそれを楽しみたいし、お客さんもその新鮮さを楽しんでもらいたいなっていう感じはね、すごいね思ってる稽古場で。おー、なるほど、うん、じゃあそのお互いに楽しむっていうことをもう楽しみたいみたいな感じ。そうそう。しかもさ、もう俺たち3年以上さ A3、はい、やってますし、関わってるからさ、その、うん、なんか時間の経過とかも感じさせられるとさ、うん、いいなって思うんだよね。そうね。もうなんか一緒にいる空気感で俺らはすごい感じるよね。感じるね。あ、すごい、みんな成長してるなってめっちゃ思う、ね、最初と比べてなんかみんなより深く関わってきたなって思うもん。そうだね。まあさ、うん、今回初めて披露する曲も多いから、うん、なんかそういうところもさ、うんうんうん、自分たちでも楽しみながらさ、うん、本番迎えたいよね。そうだね。どうだろう、こんな感じで。お、いいんじゃないですか。まあただ一つ言うんだったら、うん、元気マックストークなんで、もっと元気にやってもいいですか。確かにね。何やってんだ俺は。もっともっと元気でもいいですよ。おっしゃ、任せてくださいよ。言ってもう、次のお題言っていいですか。はい、どうぞ。次のお題を。これもうさ、俺がトークするだけのコーナーなの。 そして俺はあの相槌打ってるだけの。マジで。はい、2枚目はこちらです。はい、せっかくだから横田龍儀に聞きたい話。あれ。そんなのは。そうか。え、なんだろうな。俺うなずいてるだけのつもりだったんだけどな。はい、龍儀くんに聞きたい話か。なんかあります？まあそうだな。あ、これねえな。いや、なんかさ、結構さ、別に稽古場でさ、俺たち結構打ち解け、もうさね、なんでも喋っちゃうんだよ、長いしさ。なんか今更こう聞きたいことって、なんか結構、でも俺龍儀くんとなんかちょいちょいちょっとバチったりする時あったんだよね、うん、あったね、最初の頃とか。最初の頃はやっぱその時はちょっと嫌いでした、僕のこと。俺だからこれ正直に今は大好きだから言うけど、うん、俺本当に最初の頃は苦手だった。これ結構ガチな話で。うん、で、うんうん、でもそのあの光くんの気持ちもすげえわかるから、てかその頃は俺もいっぱいいっぱいになっちゃって、人のことを考える余裕がなかったから、でそれでまあだから光くんが言うことが全部正しかったのよ、その頃。いや、そんなことないと思うけど。でそれに対してなんか光くんはもう作品を良くするためとか、その組を春組を良くするために言ってくれてることに対して、俺は自分ができないことにもうちょっとうわーってなりつつも、もうそんな言わんでよみたいな感じになりつつだったから、ちょっとうーんってなってたけど、だん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 その自分も視野が広くなってきて、で光くん自身もすごくなんだろうな、最初それも分かってきたのかな、俺の性格が分かってきたのか、ちょっと言い方とかもちょっと変えてくれたんだなっていうのも分かった瞬間があったから。いやだってさ、うん、もうお互い3年前とかだったらさ、うん、20代のさ前半でさ、そうだね、そうお互い分かんないことも多い中、うん、2人とも良くしたいっていう気持ちがぶつかってね。っていう、うん、俺もねちょっと龍儀くんの接し方ちょっと最初分かんないなっていう時とかあったけど、うん、なんかやっぱ一緒にさ良くしたいって気持ちがずっとあったから、そうだね、うん、気づいたらね、ね、うん、仲良くなってたね。本当にびっくりだよね、うんうん、あの最初の頃を思い出すとね、すごい、あ、これ大丈夫なのかなってか思ってたもん最初の頃。正直俺この組でやっていけるかなみたいな。正直な話ね。いやね、それはね、もう申し訳ない、俺の言い方がね結構きつかったりするから。俺ねちょっとね、僕エゴイスト的なところがちょっとあって、ね、あのね、はいはいはい、いやでもそうストライカーなんでね、自分ストライカーなんで。
ちゃんとシュート決めてきて。そう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 。でも今となってはね、逆にそのね、あの直球で言ってくれるところと変化球を入れてくれるところで、これは直球で言った方がいいなっていうのを光くんが分かってるから、それが俺もあ分かったって、自分でも分かってきた。付き合い方下手かって思う自分が。じゃあもう一個ぐらいさ、はい、行きますか。何個ぐらいできるんだろうね。でも今のトークは本当に結構あれだね、レアなトークだよ、うん、俺も全然言ったことなかったもん、うん、はい、3枚目はこちらです。エステで好きなセリフ。お、いやこれさ、お互いめっちゃあると思わない？いやめちゃめちゃあるよ。でも俺改めて思うのは、うん、やっぱり好き、愛してる、これはね、なるほどね、命をかけないといけないなって本当に思う。なんかね、安くないんですよね。まあそうですね、うん、本当にそれ心から思う。やっぱりなんかちょっとさ面白いじゃん。いやめちゃめちゃさ、監督を見ながらさ、あんなにまっすぐさ好きとか愛してるってさ、いや言う姿ってさ、けなげで可愛いけど、うん、ちょっと面白いじゃん、うん、だけどやってる僕はね、もう本当命をかけてる。いや、うん、もう好みを捧げるっていう、うん、もうなんかなんて言うんだろうね、なんか本当にまっすぐな気持ちでいないといけないっていう。いやでも本当にそれが伝わるのよ、この一緒に舞台上にいて監督に好きって言ってる時に伝わるからこそなんかね、こういうのもあれだけど、一周回ってえ何言ってんだろうってなってくるいやでも俺も稽古してて、一周も二周ももう何周回ったか分かんないけど、最後には俺何言ってんだろうなる瞬間は、まあ、ある、その牧島としてはまあね、うん、もっとでももっと伝えないととか、うん、すごいね思う。やっぱね、あの一つの物語の中で俺好きとか愛してるとか死ぬほど言うのよ。死ぬほど言うね。その時の好きがあると思うし、その時の愛してるがあると思うからはい、はい、俺はねそれをね、あの監督に伝えないといけない、はい、マスミのためにも俺が、うんうん、俺がやらないと誰がやるんだっちゅう話ですよ、ね、いやマジでまあその通りですよ。本当に、うん、なんかねこれだけはね、いやでも本当に春組ってバランスいいよなって思うんだよね、そういったところで。だけど誰かが止めてくれないといけないんですよね、どっかで。俺は言い続けられるから、うん、だけど物語は進まなきゃいけないから、はいはい、誰かが解消してくんなきゃいけないんですよ、うん、春組はねそれにすっごい慣れてる。慣れてる。俺が前に出るとねおいちょマスミみたいな感じで、ね、みんな止めてくれんだけど、前回のさはい、はい、もう全組集合して、あもうライブです、ね、そうそうそう、あの稽古中とか俺アドリブで全員がいるとこで監督とか言って好きとか言って、誰よりも前に出たらもうみんな俺の止め方分かんなくて戸惑ってさ振り返ったら一列に並んでたな。いやマジで止めてと思って俺あれはすごいよね。そうそうそう、やっぱ春組への安心感があって、はい、っていうのはやっぱね、巻島としてはあるかな。ありますね。そうそう、いやまだまだ話足りないですよ本当に。話足りない。あーまあカンカンカン鳴らされちゃいましたね。もう本当にまだまだ話足りないんですが、そろそろお時間だそうです。いやまだ全然話したかったね。はい、まだ話したかったんですが、まあでも光くん実はあと1回は必ずエーステラジオに出る予定なんですよ。なので、ね、そうかそうだね、話せなかったことについてはその時たっぷり伺いたいと思いますので、うん、話しまくりマックスいやこれ台本に書いてある。台本に書いてある。満開ステージ A3 ラジオ。FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、エンディングのお時間です。はい、いやマジであっという間。あっという間だったね。いやこれはね本当にあっという間だった。てかめちゃめちゃ面白いね、やっぱこういうの改めて聞くと。いやわかる、自分たちでもさ、なんかぶっちゃけトークっていうか、うん、なんか自分の気持ちを話すとなんか気持ちいいねそうね、気持ちがいいよね。なんかいやこれ まだまだね、まだまだお題あったんだけど、まだまだありましたね。いやこれね多分ね、みんなももっと聞きたかったと思うんだ。そうだね、どっかで話せたらいいね、ま、これいいね、うん、本当に良かったです、ありがとうございます本当に良かった本当に良かったですはい、ということで番組ではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com です。3は数字の3です。番組の感想や出演者への質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください。またこの番組は
プロ野球中継が延長した場合、ラジオと YouTube 放送と配信の両方がお休みとなります。放送の有無は直前までわからないので、番組ツイッターをご確認ください。番組のツイッターアカウントは @msa3_radio です。番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローして、ハッシュタグ ASTラジオでツイートしてくれた方の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼント。メールには名前と住所を忘れずに書いてください。番組ホームページではスタジオの写真はもちろん、放送のアーカイブもアップされています。 A3 ラジオで検索してください。はい、そして告知させていただきます。エースでは実写映画化も決まっています。今年2021年12月に満開ムービー A3 スプリング&サマー、来年2022年に満開ムービー A3 オータム&ウィンターが公開予定です。そして満開ステージ A3 トループライブスプリング2021、8月18日水曜日から22日日曜日まで、会場は東京の立川ステージガーデンです。詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイトやこの番組のホームページをチェックしてください。ということで、今回のお相手は春組佐久間朔也役横田龍儀と、春組臼井真澄役牧島ひかるでした。バイバーイ。